ちの場合はもともと祖父が開業して、でも今53年かな、そのくらいになるので、まあ、やっぱちっちゃい頃からずっと、まあ、継ぐものが当たり前っていう感じでずっと言われて、やっぱちっちゃい頃は嫌だったんですけどまあやっぱずっと父とか母がやってるのを見て、いつかな、高校を卒業する時ぐらいに、まあ父と大喧嘩をしてで、まあその話し合いの末も都合ということになって、製造が主にです。はい、まあ本当細かいところから、まあもちろん配合の見直しから材料の見直しもありますし、製造工程する場合でもやっぱりどうしても入れなきゃいけない工程と無駄な工程っていうのがどうしても出てくるので、その無駄な工程をどうやって省くかとか、そうですね、やっぱりまあ品質が良くなったと言われるのはよくというか、まあちょこちょこと言われるようになりましたし、どっちかというとうちはもうリピーターが多い、まあ見た目あまり派手な商品ではどれもないので、一回食べていただいて美味しいと言って来ていただけるお客様が多いのがすごいうちの強みだと思います。まあやっぱりしがらみはどうしても地元なのであるんですけど、でもそのしがらみをうまく使えればというか、地震の時もですけど、やっぱそういう地元の方たちからいろんなところを紹介してもらったりとか、まあやっぱちょっと大変そうだからといって自分の親戚に紹介しといたとかいう、そういうこともあるので、本当にそういう点ではうまく使えれば地元ってすごいいいところだと思います。参加したらすごいしっかりした話し合いが行われてて、お祭りとかにも参加して地元の人たちと触れ合えるし、子どもたちからもいろいろ喜んでいただけるので、その点は良かったと思いますね。どうしてもやっぱ楽しみが見つけれないと多分長くは続かないと思うので、せっかくやるんでしたらやっぱいろんなことをやってみて、まあそれこそまあお菓子屋とかでもいいし、建築関係とかいろいろありますので、まあそうですね、一回ちょっと仕事一緒にさせてもらうとかお願いしてみて、ちょっとやってみると楽しいかどうか、自分に合ってるかどうかっていうのは分かるかもしれないので、そういうことを、ね、せっかくならやってみた方がいいと思います。答え合わせですね。どうしてその言葉に。そうですね、まあ仕事って常にずっと考えて、で毎回毎回答え合わせをして、結局答えってわからないと思うんですけど、それでもまあうちの場合お菓子作る場合もずっとこうじゃないああじゃないってずっと試行錯誤しながら、でまあ自分で答え合わせして、人に、まあ従業員さんに答え合わせしてもらって、で最終的にお客様から答え合わせしてもらって、それで合ってれば買いに来てもらえますし、間違ってれば買ってもらえないのでですね、それにもう常にやっぱり何をするにもやっぱ考えて、どうしてもそこで答え合わせが必要になってくると思ったので、私はもう答え合わせという言葉を選びました。